はい、はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、今週4141で、ある二人がめちゃくちゃ強いということで、その二人を使ってね、かなり勝率高くね、勝つことができているんで、ちょっと今日はね、その二人ご紹介していけたらなと思います。ってことで、その二人が、はい、こちら、三笘選手と南野選手ですね、ご紹介していきたいと思います。皆さん、この二人使っていますでしょうか？まあ、特にね、この左サイドハーフの三笘選手に関してはね、使っている方非常に多いかなと思うんですけれども、南野選手皆さん使ってますか？本当にね、想像のね、何百倍ぐらい使用感良かったですね。本当にまあ、またゴール決めましたよね。なんで多分来週もね、ライブアップルと B 以上確定かなって思うんですけれども、確か3試合で3ゴール2アシストですか今。いや、本当ね、めちゃくちゃ個人的にも嬉しいんですけれども、その大活躍したこの2人ですよ。この2人は今週 A ということで、今週僕ね、かなり習慣の比較が良くて、この南野選手、メッシ、そしてディオングもね、一応当たって、あとは使ってないんですけれども、ケインの方もね、当たりましたということで、正直ね、南野選手どうかなっていう風で思っていたんですけれども、マジで使用感良かったんで、もうほんとずっとガチスカで使ってますね。で、今回はこの三笘選手と南野選手、この日本人2人が、マジで今週この4141フォームで使用感がいいということでご紹介していきたいと思います。まあ、このフォーメーションとは言わずね、普通に433とかでも OMF とウィングとして、かなり使えるんじゃないかなと思います。まず三笘選手から見ていこうと思うんですけど、まあ、三笘選手は使っている方も非常に多いと思うんで、軽くだけでご紹介していきます。ウィングストライカーということで、左サイドハーフとウィングができますね。で一応ね、育成はこんな感じですね。シュート7、パス4、ドリブル12、クイックレス12、脚力10といった感じで、まあ、結構ドリブルに振ってるんですけど、ドリブル94までいきますね。パス数値はそこまで高くないですね。決定力も77ということで、まあでも決定力はね、80ないんですけど、結構決めてくれるイメージはありますね。で、スピードが86、瞬発が97ってことで、まあ若干上げすぎた感もあるんですけど、やっぱね、ボディコンをどうしても上げたかったんで、まあこんぐらいまで上げちゃってもいいんじゃないかなと思います。なんでね、本当に瞬発は早いですね。逆足の頻度が普通、精度が高い、波が普通といった感じです。スキルもね、ダブタイらしく足裏持ってるんで特殊ダブタ持ちですし、このショータイムだとね、モメンタムドリブル持ってますと、ワンシュアウトスピンキックって感じで素晴らしいですよね。まあ、今週の左サイドハーフはね、本当に A の三笘選手ガツスカにもうゴリゴリで入ってくるんじゃないかなと思います。まあ、一応ね、三笘選手過去にこんな感じで結構たくさん登場してるんですけども、まあ、どれ使ってあげても本当に強いんじゃないかなと僕は思います。まあ、唯一このインレシの三笘選手は若干ね、まあ、僕はインレシが苦手なんで見ようかなって感じはするんですけれども、まあ、それ以外はかなりいいんじゃないかなと思いますね。チャンメルも強いですし、まあ、パックロードも強いですし、まあ、どうなんですかね、スタンダードはこんな感じで、まあ、弱くはないと思うんですけど、まあ、全然ガツカでもやれるんじゃないかなと思います。なんで、まあ、どの三笘選手持ってる方も今週はガツカに入ってきてもおかしくないんじゃないかなと思いますね。個人的にはめちゃくちゃ強いんで使っていただきたいなと思います。で、続いてこちらですね、南野選手ということで、南野選手くれ、本当に想像以上に強いですね。能力値も結構優秀なんですけど、能力値以上に個人的には使用感いいなって感じがしましたね。身長174センチ、利き足は右なんですけども、まずプレイスタイルがね、2列目からの飛び出しということで、やっぱりね、OMF とかね、セカンドトップで2列目1回使ってあげるのは個人的にはいいんじゃないかなと思ってますね。で、能力値見ていくとこんな感じです。まあ正直ね、ドリブル能力値とかそこまで高くないんですけども、まあこんな感じ。全体的にまあそこまで悪いところがないかなみたいな感じですね。決定力は一応82までありますと。で、スピシューがね、結構高めになってます。スピードが85、瞬発が94って感じで、フィジカルコンタクトはないんですけど、ボディコンも高いんでね、まあこれが使用感の軽さにつながっているんじゃないかなと思います。まあそして逆足も使えるということで、ここもかなりいいポイントかなと思います。で、スキルがね、特に優秀なんですよね。ダブタ持っていて、ヘッダー、コンカ、ドロップシュート、ミドルシュート、アクロバティックシュート、ワンパス、ルーパス、アウトスピンキック、チェイシングといった感じで、いや、これはスキル本当に言うことないぐらいめちゃくちゃ優秀ですよね。まあでもこれだけの能力値でボディコンも瞬発も高いですし、このスキルだったら、まあね、今週 A だったらガツカに入ってくるんじゃないかなと思います。まあ南野選手もね、三笘選手ほどじゃないんですけれども、ここ何回か登場こんな感じでしてまして、まあどれ使ってあげてもね、割と強いんじゃないかなと思います。日本代表のね、パックの南野選手もね、普通にこんな感じで結構強いかなというふうに思いますし、まあ今回中間じゃないんで自分好みにね、育成できるのもいいポイントかなと思います。こんな感じでね、ハイライトのモナコの南野選手もね、結構強いですよね。まあでも全然スタンダードでも悪くないかなっていうね、感じはするんですけども、やっぱりさすがにね、今回の中間とかね、これパックの南野選手が持ってる方は使った方がいいんじゃないかなと思います。はい、ってことで今週この二人が冗談抜きでめちゃくちゃ強いということで、ぜひね、4141とか433使ってる方は、このお二人ね、使っていただければなと思います。ってことで、じゃあこの二人ね、使って早速試合の方やっていきましょう。はい、ってことでマッチングしたのでやっていきたいと思います。いや、マジでこの二人はね、今週ほんと僕ずっとガチスカで使ってますし、特にね、びっくりしたのは南野選手だね。本当にね、初めて僕ちゃんと使ったんですけど、使用感かなり良かった。こことかもさ、結構軽そうじゃない？どう？これ。こんな感じで。これ。
はい、こんな感じよ、これ。どうこれ。軽そうじゃね結構。いや、ちょっと奪われちゃったけど。マジでね、結構秘書官軽いんですよ。あと AI がね、やっぱ2列目だからそこが優秀ですね。ここロバートソンから、縦1回つけるか。あー、待って、そこ？お、いける。三笘、ナイス。ダメだ。いやー、抜けないか欲しい。ここデヨングでも泣きって、デヨングワンボランチはね、今試してますね。まあ、本当はやっぱ、まあ、ロールとかの方が安定するかなって感じはありますけれども、まあ、使用感の軽さはね、やっぱりワンボランチでも、まあいいのかなと。ほんと理想はツーボランチで、うん、まあ、守備的な選手とかと組み合わせてあげて、よりね、結構硬いツーボランチみたいなのが理想なのかなと思うんですけど、お、ここデヨング来た。こういう時がいいですよね。パスも上手いしね。ここ。はい、で、ここ使っていく。いや、完璧じゃん。この二人いいよね。で、こっから落ち着いて。はい、今回。マジで。無視。シューキャン。うわー、無理か。くっそ。ここはちょっとシュート決められなかったけど、頑張って。ロバソン。いける？三笘。いやー、無理か。ここロバソン中切って。うまい、それは。ちょっとまずい。デヨング。お、デヨングカバーできてるね、デヨング。ナイス、ナイス、ナイス。縦当てよ、これ。オッケー。こういうとこがいいよな、デヨング。こう軽いから、こういうところ持ったとき。で、こう当てて、で、ここ使って、逆一回展開していこう。メッシから、どうすかな、これ。超いける？いけないか。メッシ上がってきてくんないか、そこ。ナイス、スクリーンやる？ここ。いける。ナイス、滝。滝から、ここ縦当てて、ここ、滝上がってきてくれる。で、こうダメだ。うわー、なんかチョップ立ち入っちゃったな。あそこのね、抜けてきてくれる AI の動きはかなりいいんですけどね。来た。お、滝、いい上がり。来た。滝。はい。はい。いやー、滝。AI の動きはかなりいいんですけどね。来た。お、滝、いい上がり。来た。滝。はい。はい。いやー、滝。これですよ、みんな。滝の AI 見た。マジで、あの、やっぱ2列目からの飛び出し、あれがいいよね。まあ、本当はあのまま三笘選手行っちゃってもいいんですけど、ああやって上がってきてくるのはめちゃくちゃありがたいよね。ナイス、デヨング来た。ここ下使っていく。で、フォーデン運べそう。ナイス、運んでいって、中使えるけど、一回落ち着いて、ここ、メッシから逆サイ三笘選手使っていく。来たー、ここ、ダブタ入れて。はい。で、今回。はい、ここ、メッシから逆サイ三笘選手使っていく。来たー、ここ、ダブタ入れて。はい。で、今回。おい、この二人の活躍、えぐない？マジで。マジでね、今週この二人使えばね、結構勝てると思うぞ。俺、三笘選手はね、この、南野選手の調子普通でもたまに使うからね。まあ、好調以上だったら絶対使うみたいな感じで、ほんとね、割と今週信頼してるよね。で、今シーズン調子いいから、結構ライブアップルとかいいことも多いと思うんですよね。今回あなた人ね、マジで僕当たると思いますよ。ここ、ディオンから南野使って、一回さ、展開していこうか。で、ここ縦で展開していく。うわ、若干重いけど、ここも上がってきてくれて、はい、ここで、いける。いやー、マジか。今のはさすがに、ムバペで打ってもよかったかあるね。じゃあ、こう組んでから、頑張れ。ナイス、いいね、組んで。フォーデンで、縦メッシいけるかな、これ。いける、ナイス。で、下ここ、使って、ここワンツーいけんじゃない？はい。で、ここ、使って、うわー、デューンフリース、いいカバーだな、めっちゃ。ここ頑張って、メッシで。前半ラスト守っていきたい。中切ろう、中。お、ラッキー、ナイス、デヨング。よし、いい守備だね、今のデヨング。はい、後半やっていきましょう。ここメッシで切りながら、中ちょっとフォーデン切って、オッケー、読んでますと。うわ、ちょっとそのこぼれ方まずいかも。頑張れ、ナイス、シクリニャル。いや、シクリニャルマジでいいぞ。ここ当てて、落として逆転化していくと。いいね。で、もう一回もらう。いや、完璧じゃないこれ。で、運んじゃうかそのまま。で、ダブとか入れて、はい、かわして、ニアに、ズドン。いやー、マジか、惜しい。これ今の決めてくれたら完璧だったんだけどな。ナイス、富安。ここ、使って、ここ。いい上がりすぎ、三笘。三笘じゃない、南野。うわぁ、ちょっと今の、さすがにインパクトきついか。いや、いい上がりだな、マジで。てか、やっぱ2列目いいな、やっぱり OMF も。んー、ここ、ナイス、フォーデン。ここから、ここ、南野使っていく。ダブタで、かわして。で、また、インパクトは無理だ。インパクト、めちゃくちゃ打たせたがっちゃってるわ。ここ、ムアップをついて。ここでインパクト上げるふりして、上げない。ここも上げるふりして、上げない。で、ここで、上げる。いやー、頑張れ。いやー、無理か。ナイス、フレンキー。じゃ、フォーデン。はい。あ、またき。ここ、スルーパス。奥なんだけど。メッシだったじゃん、今。マジか、惜しい。ここしたら、頑張ってケア。オーケー、ナイス、富安。富安で、三笘だ。当てて、三笘から。いけそう、これ、インパクト、これこそ。はい。いやー、さすがにきついか。ちょっと三笘と南野以外、ちょっと選手変えていきますか。てか、あれだ、これ、富安出てるから、日本人3人もさ、スタメンじゃん、ガチスカじゃん。いや、これやっぱ、今、すごいね、今年ね。あ、これ勝った。はい、まさかのギブアップで勝つことができました。はい、ってことで今回は若干ね、試合時間短かったんですけれども、この三笘選手と南野選手使っていきました。いかがだったでしょうか。結構ね、二人ともチャンスメイクもしてましたし、点も決めてくれたということで、ほんとこの日本人選手二人めちゃくちゃ熱いですし、もちろんね、富安選手も未だに現環境最強センターバックということで、いや、日本人が今かなり熱いんでね、ぜひ皆さんもね、414とか433使ってる方はね、この二人使ってみていただければなと思います。特にこの南野選手の週間 FP 当たった方は本当に今週強いんで、ぜひ使っていただきたいですね。はい、こんな感じでヒットボールとか毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。